マレーシアは、すごいいろんな人種とか国籍の人とか宗教の人がいて、なんか誰にでもすごい寛容的で過ごしやすい場所だなって思ってます。であと今経済的に発展中なので、なんか未来に希望を持ってる感じでいいなって思ってます。マレーシア、人種がたくさんあって、例えば中国人とかインド人とかムスリムの方とかたくさんいる中で、チャイニーズニューイヤーっていうのがこの間あったり、もちろんキリスト教とかもあったり、ムスリム教の方の新年とかもあったり、そういう行事がたくさんあって、なんか毎日新しいことがたくさん起こって刺激的なところが面白いところですよ、はい、ご飯が美味しいです。なんかいろんな種類の中華料理とかマレー料理とかインド料理もあるんですけど、他の国の韓国料理とか日本料理もいろんな国の料理が揃っているので、好きな食べ物を好きな時に食べれるのがいいなって思います。寮に住んでるので、ルームメイトと一緒に出かけたりおしゃべりしたりするのが楽しいなって思います。日本にいる時は家族でいるじゃないですか。でもなんか寮だと家族じゃない他の人と一緒に生活するので、そこがまた新鮮で楽しいです。やっぱり学部の留学させていただいているので、勉強することがたくさんあって、英語で頑張らなきゃって思うこともたくさんあるんですけど、でもやっぱりそれを乗り越えて楽しいこともたくさんあるのでいいかなって思います。授業はまあ難しいんですけど、でもここの特徴としてレクチャークラスとチュートリアルクラスがあって、でレクチャークラスは講義中心で先生が割と一方的にしゃべる感じなんですけど、チュートリアルクラスはディスカッションとかグループワークとかがあって、こう一人一人が積極的にしゃべれる機会を与えられて、こう私たちもなんか普段はなかなかレクチャーで話しかけられてもじーってしてるんですけど、その時はこう一緒にしゃべるようにできていいなって思ってます。プレゼンは、まあ、今日もやったんですけど、でもこの前こうちゃんと準備をしてやるプレゼンは最初に準備してきて、そう生徒のみんなが聞いてくれるんで優しい雰囲気でいいな、やりやすいですね。ポジティブに頑張れるようになったり、あとなんか強くなったなと思います。今でもやっぱ辛いことってたくさん降りかかってくるんですけど、それにも立ち向かおうって思えるし、その強くなった部分が一番大きいかなって思います。金沢星稜大学の人文学部に興味を持ったきっかけは、こう早期留学制度でこの1年生の最後からすぐに行けるっていう、このその将来のことをじっくりまた考える機会が 2,3,4 年生まであって、早く留学に行けるっていう部分に興味を持ちました。ちょっと遠いなと思ってて、金沢までまず通えるんかなって思ってたんですけど、まあ、たまたま私の家と最寄りの駅が近かったんで、電車の中での時間とか有効活用してやってたらそんなに辛くないですね。友達と一緒に来たりとかもあるんで。と将来の夢は、教員、英語教諭になることで、英語を話せることによって視野が日本だけじゃなくて世界にまで広げられるっていう、その素晴らしいチャンスだから、誰にでもあるチャンスをなんか逃さないように吸収してくれるように手伝う仕事をできたらいいなって思ってます。Studying abroad is a precious experience for any student. Anyone who enters Kanazawa Seiryu University has the same chance to experience life growth. Do not limit yourself. Seek your possibility with us.